林浩司です。このような形で皆さんにお会いできたことを大変光栄に思います。遠くからお出になった方々、それからいろいろとね、私を励ましてくださってきた方々と、このような形でお目にかかれることを大変光栄に思っています。どうもありがとうございました。何歳の子もありますか？もうこれはもう2014年13年から4年にかけても発見しましてね、水中のマドンナ説は2014年からもう発表して 2,3 年になります。そこからずっとこう研究を重ねて。そうですね。ただね、この一部だけを見てえっていうのもあったのではそうではないんですよね。今度は謎解きというのは横とのつながりが必要なんです。今隠し絵騙し絵と言いましたけども、最初に隠し絵騙し絵に気がついたのはミケランジェロが描いた七聖なる礼拝堂の天井画です。あの中には無数の隠し絵騙し絵が仕込まれています。そして結論的に言いますと、さらにですね、先ほど言いましたように、なぜレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通して1500年後のイエス、1500年後のイエスであるという証明もきちんとしていますから、またどうかご覧になってください。そこで大きな疑問が生まれるんです。なぜレオナルド・ダ・ヴィンチにしろ、ミケランジェロにしろですね、敬虔なクリスチャンではなかったかということなんです。その敬虔なクリスチャンであったはずのミケランジェロ・ダ・ヴィンチ、それからラファエロ、その前のシノレリ、さらにはその前の、ベロッキオ、その後のラファエロがなぜこのような形でマリアを茶化したような絵を描き続けたかということなんです。つまりその向こうに見えてくるのが1500年後、つまりルネサンスの時代における宗教戦争ということになるわけです。理由は分かりませんけども、ある時期からイエスと呼ばれている神とマリアと呼ばれている神が相対立する対立構造、対立関係に入ります。そして1500年後ルネサンスの時代にイエス率いる一派と、そしてカトリック、ローマンカトリックを率いるマリアとの間で大変壮絶な戦いが続いたということです。それについてはシノレリの絵をまた今日はできませんけども、その分析していてそれを発見しました。で、話を先に進めさせていただきます。血にまみれたマドンナ、マドンナが血にまみれていたという話です。これも皆さんの常識をひっくり返すのに大変役に立っていますか、面白い話かと思います。大変なことなんですね。で、これは聖アンと聖母子と言われています。一般にはこちらが聖アンということになっていますよね。で、こっちが聖母マリアということになってますよね。はい。で、私ね、やはり大変男ですから、大変というかスケベ心のある男ですからね、最初に見たときにね、あれと思ったのはですね、ここに足があるでしょ、これ。と、この人はですね、これ男性なんですけどもね、実は胸がね、多少膨らんでるからといって女性だと思っちゃいませんよ。これは男性だという証明もしました。で、こちらがですね、実は聖アンと言われている人なんですね。これは林浩司先生です。どんな本、美術書にはその逆のことが書いてあります。で、これが聖母なんですね。というのは、この顔と糸車の聖母の顔は同じだから、他の聖母の顔とこっちも同じなんです。ですから、こちらが聖母、こちらが聖アンということになるんですけども、まあ、はっきりしませんけども、ここに喉仏らしきものもあります。そして体型からしてごつい体をしてますね。で、私はこれ別のところでこれ男性だと判断したわけです。で、私はスケベですから危ない絵だなと思いましたね。どこが危ないか分かりますか？これが男性だと証明した後にそれに気がついたわけです。この男が聖母マリアの膝の上に座っとるんですよ。これは普通の関係ではこういう座り方をしないんですよね。しかも足がですね、これがマリアの足で、これでこっちが聖アンの足がこう乗ってるんですね。腰の上に腰を乗せてるんですよ。まずいんじゃないですか？あ、いいんですかね。私やっぱりこう
古い絵だと思いでしょうが、やっぱりこういう絵はあってはならない絵じゃないかな思ったわけです。それでいろいろ調べていったんですね。そしていろんなことに気がつきました。この、まあ、ここでは私施設に従ってこれを聖庵としておきます。なぜか、もともとの手はイシュタール教であったからです。まあ、それは今日のテーマではありませんけども、そういうことも知っておかれますと、この1500年後のルネサンスの時代において、まあ、神々の壮絶な生死をかけた戦いが行われていた。そして一方のイエス・キリストは、そうした操り人形芸術家を通して自らこのような絵を残して徹底的に抗戦したということになります。一般の人間がこんな絵を描いたら即座に首になったでしょう、首をはねられたでしょう。しかし相手がイエスですから、マリアとて手を出せなかったものと思われます。こうして比べてみてください。この絵の中に何が描かれているかといいますと、空恐ろしい物語、空恐ろしいイエスの伝言が隠されているということになります。がですよ、この絵は現在ルーブル美術館の科学者によって跡形もなく改変されています。全くこのようになってしまっています。これが現在のルーブル美術館に飾ってある聖庵と聖母子の絵です。私はじめ2枚あるんじゃないかと思ったぐらい疑ったんですよ。左が修復後の聖庵と聖母子です。右が修復前の聖庵と聖母子の絵です。ルーブル美術館、ルーブル美術館ですよ。世界を代表するルーブル美術館のその研究員、科学者たちがこういう修復をしてしまったということです。見比べてみてください。痕跡が残っていません。修復前ですね。右が修復後と前ですよ。ちょっと見にくいですね。向こうが、左側修復後ですね。ルーブル美術館ではこんな絵でも写真撮影は自由なんですよ。日本だけが写真撮影ダメだダメだっておかしなこと言ってますけどもね。フラッシュはダメみたいですけども、もう自由に皆さんスマホで写真撮ってますよね。ですから現在の小池都知事がですね、美術館で写真を撮れということを去年あたり、今年の初めだ去年言いましたね。東博でも本当に重要な写真絵というのは写真機ダメですからね。私何度も警戒しましたけどね、ダメでした。まあそれはちょっと愚痴です。まあともかくもルーブル美術館の、天下のルーブル美術館でもこんな程度の修復をするんですよ。修復前と修復後を見比べてみてください。左が修復前、あとですね、右が修復後です。目の色も、目もまあ黒目になってますけどもね。左側のラファエロの描いたジプシーの絵ですけども、目が黒いですね。まあ、ちょっと不気味で言えば不気味です。でこうして見ていくとね、綺麗になってるでしょ。結婚の跡が全部消されてるんですよ。私ね、これを見た時ね、怒りでね、体が震えました。なぜか、もうその当時私はすでに1500年後のイエスが私たち人間に重要な重要な伝言を残した、そのメッセージをあろうことか消してしまったんですから。これから先皆さんはこの修復された絵の方を見て結婚があるなんて思わないでしょ。消しちゃうんですよ。そういう例はもう一例、何でもありますけども、ルーブルに関して言えばありますけども、まあ今日テーマになるかどうか分かりませんけども、先ほど言いました血の跡と血のない跡を比較してみてください。これじゃあもう何にも分からない。何年も何年もかけていくら金かけたか知らない私には。そしてあろうことか1500年後のイエス、私たち未来の人間に残した伝言をこういう形で消し去ってしまったんですよ。それはあのイエスの洗礼もそうです。それから先ほどちょっと間違えましたけども、セントメアリー寺院にあります超等人間の、まあね、あれ私はあの別のところだと言いますけど間違いです。ともかくもこういうふうに修復という名目のもとになされてしまったということです。まあ、ちょっと話してここで5分から10分トイレ休憩をさせて、まあ、なりますので、まあ、ごめんなさいね、一方的にワン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 喋ってますけれども、何せちょっと
いっぱい話したいことがあるもんですから、まあ、ちょっとね、松本さんの方からご意見いただきまして、10分、はい、何かどうぞ。何かどういう。先ほどね、控室で、私はそういう生徒を解いてるんですけども、あなた信じますかって聞いたら、へへへって笑っておられたんで、いや、これからね、あなたの常識をひっくり返しますよ、本当にひっくり返しちゃいますよって話をして、ああ、そうですかっておっしゃったんで、まあ、実際にね、今日初めてっていうか、林浩司の、話を初めてお聞きになってくださる方も多いと思いますけども、なかなか信じがたいと思いますけども、こうした事実が次々と出てくるんです。至るところから出てくるんです。無理をしなくても、もう見方をちょっと変えれば、もうあそこにもここにもどこにもあるんですね。それが私たちが知っている、まあ、歴史とは違った世界の別バージョンの歴史の世界だということです。つまり私たちの世界というのは何もキリスト、ムハンマド、その前のブッダに限らず、まさに私たちが神々と呼ぶエイリアンによって支配されて作り上げられた世界だということです。そしてその世界は今私たちがほんの少しだけ子供のように素直な目で見ればその証拠は至るところにあるということなんですね。一体何が起きてるんだ。そして2017年の3月9日またある事件が起きたんです。そしてそれからはまあだいぶ落ち着いてきまして、マイクが言うにはもう当たり前になっちゃったねなんて感じだったんですよ。ところが12月、今月ですね、まだ13日にまたまた事件が起きまして、そして20日にまたまた事件が起きました。そして27日にから8日にかけてまたまた事件が起きまして、そして12月1日ごく最近ですけどもまたまた事件が起きまして、もうめちゃくちゃですよ今めちゃくちゃ、もう勝手にしろ事実だから話します。それをどう解釈するか分かりません。何のためにどうして彼の目的が何なんだってことになるわけですけどね、分からない。何をさせたいんだ、構うな、ほっといてくれ、ほっといてくれ、ほっといてくれと言いますと今度は第三者を返してきますからね。それがこまめな人たちでね、そういうことも現実にありますから、自分を疑えばね、疑いますけど、私は私で一生懸命問い続けながら謎を解いています。画像転送の話なんですか今の話は。画像転送、テレパシーの方に画像転送のようなものがあるという話はしました、はい、はい。その話ですか今の話は。私は画像転送を受けたって話で誰にしても聞いて12月1日12月1日11月28日28日じゃないの11月、13日13日12月1日1日はい喋ってる、はい手出しなんてのはね、あんな簡単な技術、私は知りませんよ。多分もっとすごい技術持ってるって。それはもう人知っていうか、もう人間の知能、才能、知識を超えてますね、彼らの言うことは。もうとにかくこまめで、まあそこまで話すつもりはなかったんですけども、本当になかったんですよ。まあたまたま今日ね、初めての方一人いらっしゃるんで、またね、ビデオ撮られて、あそこに行ってると困るもんですから、いよいよ林浩司頭をかしてしまって、あくまでも一般論から言いますと、優しい人たちです。とっても優しい人たちです。なんていうかな、穏やかになります。優しくなります。で、私は昨日、一昨日感じているのは、あくまでも私が感じている範囲ですけども、私たちが神々と呼ぶエイリアン、そのエイリアンにしても神と呼んでいいほどの人間との差はあると思います。あの方たちは人間に対して欲望を満足させるような物や金を与えるということは絶対にしませんね。それから
病気を治すとか、そういうこともしませんね。しかし私自身が今思うことですよ、感じていることは、そういう普通でない経験を通して、混乱状態を通して、もうどうでもなれ、殺したければ殺せっていうふうにし直って、そしてもうずっと十字架まで来て、それまではもう日にちを覚えるのもめんどくさかったから、もう当初のような感動はもうありませんからね。最初会った時にはもう1ヶ月近くその話ばかりしてたんですけども、それが4回、5回、6回流れて続きますと、もうその日は話題になりますけども、次の日はおい、庭のあの草取れよって話になってね、最近になりますとわーって驚いたくせに、12月入るとねえ、お歳暮どうするっていう話に切り替わっちゃうんですね。つまり日々の生活の雑踏の中に、いつの間にか自分の感動、ワクワク感が消えていく。そして気がついてみると、平凡な生活の中に非凡な生活が入り込んでくる。もっと言えば、現実的な生活の中に非現実的なものが入ってくる。逆に今度は非現実的な世界に自分という人間が現実として入っていく。何が何だか分からなくなるわけです。それは大変な意味で自分の思想的な混乱の原因でもあったわけですけども、そういった経験を通して今私が皆さんにお伝えできることは、少なくとも私が感じている、あくまでも感じているんですよ、彼らというのは本当に人間思いで優しいです。そして私にはなかった優しさというのを、私は自分の中に感じることによってね、教えられたような気がします。そして自分が優しくなると、いつの間にか周りの人も優しくなる。そして私の、まあ手前味噌になるかもしれませんけれども、皆さんがですね、こうした私の世界を通して別バージョンの人間史を知ってくだされば、この都度皆さんも優しい世界に満たされるようになると思います。そして気がついてみると、それまではトゲトゲしかった人間関係も優しいものになり、穏やかになり、そして向こうの方から自ら私たちの方に語りかけてくれるようになります。それこそがまさに私がこうした一連の動画作りの中で得たものであると判断しています。繰り返しますが、信ずれば金が儲かるとか、願いが叶うとか、病気が治るとか、そういった継続とは言いませんが、私たちの欲望に直接結びつくようなことはしませんね。ですから小細工してもダメです。神ですから、みんな見るからでしょ。もうよくここまで読んでるなと思うぐらいようなことを感じます。あくまでも今それだけにしてくださいね。で、今画像転送の話が出ましたが、私はまあテレパシーというものがね、時々話題になるのですから、そのテレパシーの話を聞くと、今の私の段階ではこう思います。そんなもんじゃねえよ、今はその程度で返事ごめんなさい、そんなもんじゃねえよ、ただ誤解しないでくださいよ。こうした事実を私がそういうもので教えられて解いているなどとは絶対に思わないでいただきたい。それはね、本当に私にとっても自己否定の世界に入ってしまいますから、私の望む世界ではないわけです。で、今日3つ目の話で、あと20分しかありませんので急いで話をさせていただきますけれども、1500年後のイエス・キリストからの伝言を皆さんに話します。いいですか、君たちはこの事実を暴くだろう。いいですか、君たちはこの事実を知るだろう。そしてその時、いいですか、君たちは私の正体を知るだろう。
そしていつか君たち人間は、君たち人間がどこから来たかを知るだろう。自分が何であるかを知るだろう。いつか、いつかその日が来るだろう。その日のために私、1500年後のイエスは未来の人たちのためにメッセージを残しておく。これがその結論です。画像が映りませんが、あ、これがアイルワースのモナリザです。これは 100% ダヴィンチの描いた絵です。ダヴィンチの絵と、まあ、簡単に言いますとどこで見分けるかと言いますと、この髪の毛なんですね。ダヴィンチの描いたと言われているモナリザの絵と、このヤングモナリザ、まあ、今日ヤングモナリザとしていきますけども、髪の毛は全く同じなんです。ただしこちらの方が明るく撮ってあります。写真で言えば明度を上げた状態です。ですから薄くなってますけども、その薄いのを分析しますと同じなんですね。まあ写真技術を使って描いたということですけども、今日のポイントではありません。